はい、こんにちは。カンピオーネの辰巳です。50メートルを速く泳ぐためのスピード養成コーチの辰巳です。今日は、背泳ぎの時に、ここのフィニッシュのところが力強くできません。何か、コツがあれば教えてほしいのと、それを力強くさせるドリルとかがあれば教えてくださいということについて説明していきます。ね、喉ちょっと調子悪いけどやっていきますね。で、まず、ここのね、部分ですよね。で、部分ですけども、まず、筋力が、全然ない人は、まず太ももの、まあ簡単ですよね。太ももの後ろを触るような感じでやってください。ね。まあこれはまあ結構、年配の方とかね、小さい子供とかによく言うんですけど、太ももの後ろをね、触ってから上げてくるような感じでやってもらったら良いと思います。で、割合体もしっかりできてきて、腕の力とかね、肩とか体とか、まあ、その辺の力が結構ある人は、これを太ももをの後ろを触るんではなしに、かかと、ね、自分のかかとに、自分の、まあ、胸のところらへんからね、水をプンとこうね、かけるような感じで、フィニッシュをやってもらうと、割合力強く、ね、力強く、さらに進行方向に進むような、フィニッシュがね、こういう感じでね、いけますので、やってみてください。もう一回言うと、まあ、全然筋力ない人は太ももの後ろをまず触ってあげるね。で、割合筋力ついてきた人は、そのまま、この手のひらのここでね、かかとに水をかけるような感じで、パンとこうね、フィニッシュをやってみてください。で、これを強化する、ドリルですけども、まあ、あんま難しいことはね、やらなくてもいいと思います。例えば、片手ハイエーね。片手ハイエーであれば、まあ、普通こうね、ダーンってやってこうね、こういうような感じでね、いくと思うんですけども、これを、フィニッシュのところね、ところ3回1、2、3回やって上げてきてね。で、1、2、3回やって上げてくる。まあ、こういうような、ドリルだけでいいです。ね。しっかりとやってみてください。まあ、それとか、まあ、両手背泳とかありますよね。自分の胸のね、ちょっと見にくいところから、フィニッシュを、1、2、3回やってあげてきて、1、2、3回やってあげてくるというのはね、こういったドリルをやって、このフィニッシュのところが、まあ、自然にいい感じでできるように、できるように、まあ、自分で作ってみてください。はい、以上です。